横浜タイヤの限界域のところを使いながら車がぐーっと曲がって非常に楽しい。いいね。アドバンスポーツで培った技術を使いながらかっこよさを表現できたタイヤかなと。今日はですね、千葉県にあります、袖ヶ浦フォレストレースウェイというところでですね、GR カローラ RZ という車にですね、アドバンの APEX V601 というタイヤが装着されているので、そちらを試乗しにやってまいりました。V107、105といったようなですね、いわゆるその純正の装着をターゲットにしたタイヤと違ってですね、横浜の医師でですね、かなり、デザイン的にも、自分たちの意思を反映した、デザインを、できたタイヤでございます。で特に、アドバン、国内でいうと、タイプ D、それから海外でいうと A008 っていうのがですね、非対称で、ディンプル付きで非常に、ユニークなデザインでありましたけれども、そのあたりの、印象も思い出しながら、横浜としての皆さんに履いていただきたいスポーツタイヤのデザインというのをやってまいりました。アドバンスポーツで培った技術を使いながら、そういったですね、非常に横浜らしい、例えばトレッドにアドバンの文字を入れるですとか、非常に外側にですね、タイプ D からインスパイアされるような非常に大きなですね、ブロックあるいは切り欠き的な溝を入れることによってですね、力強さ、かっこよさを表現できたタイヤかなというふうに思っております。GR カローラ RZ、 こちらの試乗行ってみたいと思います。すごくね、挙動は落ち着いてるのに、とってもね、限界域のコントロールがしやすい。車自体の性格がまず安定してるんだけども、よく曲がる。でいざそのタイヤの限界を超えたところの車が滑ろうとするところも、唐突にこう出ずに、滑るというよりはずれるというようなニュアンスでこう曲がってくれるので、その限界域のコントロールも非常にしやすい印象でした。これはその車のキャラクターでもあると思うし、それについている V601 このタイヤ自体もなんか、そういうキャラクターなのかなと。乗るととてもね、切り始めの操舵感から、そしてタイヤがうまくこう倒れ込む柔軟性と、そして切りましたところのグリップとってところが、これ意外に素直なタイヤだなという印象で、でグリップがありすぎるわけでもなく、ないわけでもなく、本当にね、そのカローラの車のキャラクターとこのタイヤのキャラクターがすごくマッチしてるなという印象ですね。GR カローラ、新しい GR カローラですねに、今回横浜のアドバン V601 を選定していただきまして、カローラとアドバンの親和性ということも考えていただいた上で、選定していただいたのかなというふうに思っております。いわゆるカローラとアドバンの、新しい歴史を作っていくというところでですね、非常に大きな新車装着かなというふうに考えております。これはね、楽しい。ちょっと私サーキットということですし、普段ものすごくハイグリップなタイヤを履かれている谷口さんなんで、ちょっとどういう評価が出るのかちょっとドキドキはしていたんですが、開口一番非常にいいよと、非常にバランスがいい、それからまた安定していますと、
まあ、非常に、ありがたいと嬉しいことだというふうに感じております。アドバンやっぱり最高だな。